誰がひねくれてるって。ほら、誰がひねくれてるんだよ。なんだ、江戸前のことか。よく言われるんだよ。ああ、ここはお寿司屋さんですかって見りゃわかるだろうに。いらっしゃい。魚を買わないならもう行くぜ。こっちは商売してるんだからな。いらっしゃい。あれれ、また来たのかい。お前よっぽど暇なやつなんだな。お前学生なんだろ。ここに来る暇があるなら家で勉強でもしてろよ。ママに怒られるぜ。寮？はあ、ため息が出るくらいのバカだなお前。なあ、私はここで商売してるんだぜ。魚を見ていたいなら他のお客さんの邪魔にならないようにしろよ。あれれ、また来たのかい。お前よっぽど暇なやつなんだな。商売商売、私はすごく忙しいんだ。おい暇人、何キョロキョロしてるんだ。いいな、
24時間暇そうで、見ての通りアサリに砂を吐かせてるんだよ。今の季節はまだいいんだぜ。冬なんか水が氷のように冷たいから、手は赤切れになるし、指はかじかんで動かなくなるし。バカなこと言ってるんじゃないよ。だいたいそんなことしたら、今度は足が霜焼けになるじゃないか。どっちも嫌だよ。私は手が離せないからさ、魚が買いたいなら親父に声をかけなよ。なんだ、また来たのかよ。砂は吐いたんだけどさ、ほら、こいつ面白いぜ。さっきから口をパクパクさせてて、まるでお前みたいだな。よく喋るって意味だよ。そうだ、こいつの名前はお前と一緒にしよう。見てみろよ、なんとなく雰囲気までお前に似てるぜ。ほら、こいつ。そうか、お前、こいつを買ってやれよ。どうしたんだ。変なやつだな。何パクパク喋ってるんだ。お前じゃなくてアサリに行ったんだよ。どうしてだ。あ、バケツの中によだれを垂らしやがった。なんてことするんだよこのバカ。お前、口元が緩いんじゃないか。なんだよ、その理由って。ちょ、はっきりしないやつだな。いらっしゃい。お前、本当に暇なんだな。今日はピンクのタコイカが新鮮だよ。よ、どうしたんだ。話があるならさっさと言いなよ。こう見えても私は忙しいんだぜ。結局お前は何をしに来たんだよ。本当に暇なんだな。悪いけどさ、私もう部屋に戻らないと。あれ、またお前か。怒るかどうかはお前の言葉次第だよ。お客さん、すぐに行くからちょっと待て。チェッ、親父が水をまくときに注意しないからいけないんだろう。
はいはい、私が悪うございました。親父、代わりに出てくれよ。お客さん、すぐに行くから待っててくれよな。よう、暇人。どうしたんだよ。顔が赤いぞ。チェ、相変わらず変なやつだな。あのさ、デートに誘えるような関係か？お前の場合、すれ違った女の子でもそういう関係なんだろ？無駄話をしてると父ちゃんに怒られるな。さてと、そろそろ仕事をしないとな。お前もフラフラしてないで家に帰って勉強でもしてろよ。この野郎、そのスケベな指をもぎ取ったのか？私のお尻に触ったのはこの指か、それともこっちの指かな？よ、暇人。この親父な、すれ違いざまに私のお尻を触りやがったんだ。の通り、一人で平気だよ。もう散々痛めつけたしな。もういいよ、殴る方も手が痛いしさ。ちくしょう、これだけ人通りがあって女の子もいっぱいいるんだから、わざわざ私のお尻を触らなくてもいいじゃないかよなあ。おい、そんなこと言っても小遣いはやらないぞ。そう言われて悪い気はしないけどね。さてと、適度な運動もしたし、私はもう行くぜ。いいから手伝え。車を駐車場から出してくるからさ、映画館の前で待ってるよな。ほら、そんなところに突っ立ってないで早く外に出ろよ。おい、こっちこっち。暇人、早く乗れってば。こんな時間に映画を見てるやつだから暇人でいいんだよ。いいから早く車に乗れよ。よし、じゃあ出発だ。何バカ言ってるんだよ。
なんだ、無理に誘ったことを怒ってるのか。そこにガムがあるから、それで機嫌出せよな。どうしたんだよ。親父は手伝ってくれないしさ、一人だとちょっと厳しいんだよ。黙っちゃってさ、まだ怒ってるのか。ならいいけど。うちの店の隣にでかいマンションがあるだろ。ほら、もう着いた。うちの親父と映画館の支配人が知り合いでさ、支配人はこのマンションに住んでるんだよ。あとは一緒に来ればわかるって。さ、行こうぜ。いいんだよ、そのために鍵を預かってきたんだぜ。ほら、これだよ。映画館のロビーで使っていたこの水槽くれるって言うから、わざわざ取りに来たってわけさ。さ、早く運び出そうぜ。おいおい、ぶつけてガラスを割らないでくれよ。私いつも氷の入った発泡ケースを運んでるからな。助かったよ、ありがとな。腕、平気か？やっぱり付き合わせて悪かったかな。え？あとさ、これを受け取ってくれよ。映画見れなかったしさ、手伝ってもらったし。お前のそういうところ好きだけどさ、今日は私の顔を立ててくれよ。本当に悪かったな、無理を言って。ああ、鍵を返してその後は餌を買いに行かないと。じゃあな。いぞ。ちっ、まいったな。絶対に一回だけだぞ。お前のしつこさには負けたよ。もう、イマジン、また来たんだな。お、いらっしゃい。今日の味はとびきりうまいぜ。よう、お待たせ。なんだ、そうだったのか。早く行こうぜ。ほーら、そこにいると危ないぜ。ほーら、ぶつかるぞ。なあ、ひまじん、私が子供の頃はさ、ここただの空き地だったんだぜ。その頃は近所のガキと日が暮れるまで遊んだっけ。最近のガキはさ、こんな立派な公園があるのに遊ばないんだな。結婚して子供ができたら、やっぱり外で自由に遊ばせてあげたいよ。暇人だってそう思うだろ。
珍しく意見があったね。ああ、大好きだよ。子供は嘘をつかないから。結婚はしなくてもいいから、子供だけは欲しいよ。おい、何ブツブツ言ってるんだ。ああ、すごく楽しかった。ああ、遠慮なく送ってもらうよ。悪いな、わざわざ家まで送ってもらってさ。なんだよ、もうこんな時間なのか。まっすぐ寮に帰るんだぜ。じゃあな、ひまじん。一回って約束だろ。チェ、調子いいやつだな。わかったから、すり寄ってくるな。最初にはもってこいだからな。それ！ダイナマイトパンチ！ふう、すっきりした。え？なんだ？バカ野郎、お前が暴れないって言っても私が暴れるよ。いちいち聞くな、そんなこと。どっちがどっちを相手にするかってことさ。それでいいんだよ、私ハゲな。
喧嘩の最中に話するほど余裕があるのか？なんだって？聞こえねえぞ、こら！ゲームより実践の方がさ、やっぱりストレス解消になるな。分かってるよ。私、女の子だもんな。お前一人でも勝てそうだったし、今度から私は見物してるよ。ああ、お前がそうしたいなら。悪いな、わざわざ家まで送ってもらってさ。なんだよ、もうこんな時間なのか。なんか照れるな。なんとか言えよ。別に怒ってないけどさ、場所を考えろよな。まあいいや、まっすぐ寮に帰るんだぜ。おう、よく来たな。ここに来るのはいいけど、ちゃんと勉強もしろよな。わかったよ。じゃあな。よう、暇人、私を探してるのか？別に隠れてたわけじゃないぜ。裏の倉庫に木箱を運んでたんだよ。あ、そうか。暑いからな、最近。なんだ？見たのか？まあ、黙って見られるより教えてくれるだけマシだけどさ。バーカ、お前のことだよ。さてと、まだ運ばないといけない木箱が残ってるんだ。魚を買いたいなら親父を呼んでやってもいいぜ。悪いな、わざわざ家まで送ってもらってさ。なんだよ、もうこんな時間なのか。なんか照れるな。おい、よせ。
うるさい親父だぜ、まったく。よう。はいはい、親父の言うことなんか気にするなよな。あ、来てくれるのは嬉しいけどさ、お前の前だと大声が出せなくなるんだよな。勉強はちゃんとしてるのか？それならデートしてもいいけど。悪いな、わざわざ家まで送ってもらってさ。なんだよ、もうこんな時間なのか。なんか照れるな。おい、だよ、こんなところで。よせ、ここは家の前だぞ。親父が気づいたら、なんとか言えよ。別に怒ってないけどさ、場所を考えろよな。まあいいや、まっすぐ寮に帰るんだぜ。誰に迷惑をかけてるわけじゃないし。ごめんな、また今度ゆっくり話をしようぜ。よう、また来てくれたんだな。私もお前となら話をしたいよ。誰に迷惑をかけてるわけじゃないし。ごめんな、また今度ゆっくり話をしようぜ。よう、また来てくれたんだな。私もお前となら話をしたいよ。
もちろんいいよ。よう、来てくれたんだな。天気もいいし、気分もいいし、最高だぜ。なんかさ、こういうのを幸せって言うんだろうな。思いっきり泳ごうぜ。ほら、何ジロジロ見てるんだよ。失礼な、ちゃんとしてるよ。バカ野郎、顔を近づけるな。もしボーボーだったらどうする？そんなやついるかよ。さっき同じことをしたのは誰だ？おいしくもないプールの水を飲ませやがって。そうだな、何か飲み物をおごってくれたら許してやってもいいぞ。よし、かわいそうだから許してやるか。おい、何ブツブツ言ってるんだ。楽しすぎて後がつらいよ。時間が止まってくれればもっと一緒に遊べるのにな。家に着いたらお前とお別れか。なんでもないよ。悪いな。あ、なんか照れるな。何します？おい、誰が死んだって？誰が死んだんだよ。縁起でもないことを言うなよな。ほら、ジロジロ見るな。いいじゃないかよ、たまには。見えないよ。平気だよ、気をつけてるから。正面にしゃがんでスカートの中を覗き込むやつが。そんなことをするのはお前ぐらいだよ。ふぅ、分かったよ。もう着替えてくればいいんだろ。着替えてくれば。あんなことをした時に親父がそばにいたらさ、お前今頃裁かれてるぜ。そういうところは用意周到なんだよな。別に理由なんてないよ。
いっけね、私カニを製氷室へ運ばないといけないんだ。あ、来てくれるのは嬉しいけどさ、お前の前だと大声が出せなくなるんだよな。あの言葉が出た時はだいぶ怒ってる時なんだ。じゃあな。あ、来てくれるのは嬉しいけどさ、勉強はちゃんとしてるのか？それならデートしてもいいけど。お、やっと来た。なあ、今日は何時まで一緒にいられるんだ？バカ野郎、生意気言うなよな。ここでストライクが来ればまだ逆転のチャンスがあるぜ。それ！あれれれれ。ああ、どうしてこうなるんだろう。お前はボーリングがうまいからあんなの楽勝だろ。そんなこと言わないでさ、コツを教えてくれよ。ほら、人の話を聞け。どこを見てたんだ。嘘つきな口はこうしてやる。チッ、バカ野郎。おい、何ブツブツ言ってるんだ。楽しすぎて後が辛いよ。時間が止まってくれればもっと一緒に遊べるのにな。なんだよ、顔が真っ赤だぞ。どこで二人きりになるんだよ。だから、どこで二人きりになるか聞いてるんだってば。バカ！親父はどうするんだよ。確か、寮生だったよな。やだよ、誰かに覗かれそうで。ああ、そうだな。なんだよ、ここにずっと立ってるつもりか。いつもここを利用してるのか。早く入ろうぜ。お得意さんに見られたらえらいことだよ。お前が決めていいよ。さてと、シャワーでも浴びてくるかな。先に使っていいか。
シャワーを浴びないで、もう少しここにいるよ。なんか言ってくれよ。ああ、お前さえよければ。じゃあ、また今度な。いいってば。なんか照れくさいしさ。あ、なんか照れるな。何がって、分かりきったことを聞くなよ。ああ、手汗が出ちゃったよ。もっと話をしたいけど、もう仕事に戻らないとな。悪いな。仕事をしないと親父の機嫌がますます悪くなりそうだ。よう、来てくれたんだな。天気もいいし、気分もいいし、最高だぜ。なんかさ、こういうのを幸せって言うんだろうな。今の季節にこういう場所へ来るとなんか気持ちいいよな。なんだ？チェッ、ムードのないやつだ。ああ、思った通り手がびしょびしょのままだ。ほら、これを使えよ。どうせハンカチなんか持ってないんだろ。いいから使えってば。チェッ、別に礼を言われるほどのことはしてないよ。おい、何ブツブツ言ってるんだ。楽しすぎて後がつらいよ。時間が止まってくれればもっと一緒に遊べるのにな。いちいち聞かなくていいからさ。なあ、幸せな女なんだろうな。いいじゃないかよ。誰に迷惑をかけてるわけじゃないし。ごめんな。また今度ゆっくり話をしようぜ。魚綺麗だな。なんか自由に泳ぐ魚を見てるとさ、
私、喉が渇いてくるんだよ。だってあいつら口をパクパクさせて美味しそうに水を飲んでるぞ。当たり前だ。私は間接的にお前をお茶へ誘ったのさ。ちょっとしたいたずらだ。ああ、誰かがこの種を飲み物の中に入れたとき、ここにいられないことがすっごく残念だな。おいおい、そりゃ悪質だよ。気づくチャンスも与えてやらないとな。なあ、あいつからさ、電話がかかってきたよ。今まで電話一つしないで済まなかったって謝ってくれたんだ。でも私、はっきり言ったからさ、今好きな人がいるって。ううん、いいんだ。お前のことを考えながら帰るからさ。あ、悪いな。お店は休みなんだけどさ、いろいろと野暮用があって。ダメだぜ、私が付き合えないからって他の女の子を誘ったら。いいじゃないかよ。誰に迷惑をかけてるわけじゃないし。ごめんな。まだそんなに話をしてないだろ。親父のやつ、今日は特に機嫌が悪いみたいだ。寒くないか？私が膝枕をするなんて信じられないよ。それもこんな場所で。幸せなんだろうな、私って。ずっとこうしていたい気分だ、永遠にね。なあ、神様がいるなら感謝しないとさ。お前に出会えたことをさ。なあ、明けましておめでとう。私もよろしく。私、着物を持ってないんだ。ごめんな。だってさ、お前を喜ばすことができなかったんだぜ。何をお願いしたんだ？人に教えると願い事は叶わないって言うからだろ。ここ指切り神社だよな。ここで指切りをするとその二人は永遠に結ばれるって話だぜ。いいよ、私そういうの信じない方だしさ。そんなにお前が指切りしたいなら、
付き合うけどさ。迷信だよな、きっと。私も信じてみようかな。おい、何ブツブツ言ってるんだ。楽しすぎて後がつらいよ。時間違うよな。まさかお前は私とここへ来たいために考えすぎかな。部屋を選んでくれよ。私はどこでもいいからさ。なあ、いいんだ、心配するなよ。一人で帰れるから。いいじゃないかよ。ごめんな。いやー、面白い映画だったな。興奮しちゃってさ。もうその話はいいよ。それより喉が渇かないか。まだ時間は平気なんだろ。なあお前な、ジュースはいいから人の話を聞け。ここでこうして向かい合ってるなんてさ、なんか不思議だよな。初めてお前と会った時、こういう関係になるなんて思ってもみなかったよ。ちょっと大げさじゃないか。確かにそうだよな。私たち結婚したりして。なあ、いいんだ。迷惑ばかりかけてると嫌われるからな。なあ、いいんだ。迷惑ばかりかけてると嫌われるからな。なあ、いいんだ。なあ、いいんだ。これ以上一緒にいると私家に帰りたくなくなるからさ。あれ、お前こんなところでうろうろしてていいのか。今の時期って卒業試験とかでいろいろと忙しいと思ったからさ。ああそうなんだ。はあ、お前が婿養子に入ってくれるなら考えてやってもいいぜ。あ、少し遅くなったけど、これ受け取ってくれよ。他の誰からももらってないだろうな。好きでもない女の子から受け取る方が後でその子を傷つけることになるよ。全
ての女の子がそうだとは限らないじゃないか。お前とここへ来たの、もう数えきれないほどだよな。バカ野郎、変なこと言うなよ。ダメだけど、キスなら一発だ。何がマキさんだよ。初めてここに泊まったような言い方をしやがって。もしかしてまだ寝ぼけてんのか。あ、午前4時だ。ほら、早く貸しに行かないと新鮮な魚が仕入れられないってば。軽トラのエンジンは5分前にかけておいたから、すぐに出られるよ。私が起こしてるとはいえ、お前、結構頑張るよな。おいおい、寝ぼけたまま運転すると事故るぞ。はいはい、わかりましたよ。頼んだぜ、江戸前の若旦那。目覚ましもちゃんとセットしたし、あとは寝るだけだな。親父のやつまだ起きてるみたいだから。でもさ、うちの親父よく許してくれたと思うよ。最初お前が挨拶をしに来た時はどうなることかと思ったよ。親父のやつ興奮して店から包丁持ち出してくるしさ。あれからもう2年が経つんだ。早いもんだよな。ああ、親父は約束を守る男だからね。でも私が起こしてることは内緒にしておいた方がいいかも。でも親父のやつお前のことを褒めてたよ。ああ、最近の若いやつにしてはしっかりしてるって。うちの親父が言うくらいだから、きっとしっかりしてるんだろうな。うんうん、その息だ。ああ、バカ、親父に聞こえちゃうからダメ。